雑誌の人来たよ。よろしくね。ああ、どうぞ。こんにちは。まあ、警察が来たことはあったんですけえ、ど、警察？私はその時出勤してなくて、労働基準法違反だったかな。と秋葉原とか池袋のリフレ10店舗以上に一斉に警察が入ったらしくて。で、都内は土地がない。そこで人材派遣ですか。まあ、2、3日止めてやってくださいよ。え？おい、山内さん、連れてきたよ。いや、でよかったな、お前。この子が何の仕事する？猪俣だけ儲けたってこと？ひどいね。なんかあんの？別に、ただ空撮ってただけ。この夏、あなたは女子の餌食になる。